さてさ、ショコラでございます。今日はすっごい寒いですね。もう嫌になる。寒い。大掃除をしようと思いましたが、燃えないゴミの日がですね、もう終わってました。困ったもんだね、これもね。途端にやる気がなくなってね、ちょっと起爆剤探しにホームセンターに行って、日用品、掃除道具を買いたいと思います。それまでのブラドラでございますよ。寒いなぁ。なんか今年はあれですよね、メンズファッションはダウンジャケットのさ、こう何ですか、通年通りもともと流行っていたモンクレーだ、カナダグースだとか、そういうやつよりもノースフェイスのヌプシジャケットみたいな、昔ながらのね、例えるならボンレスハム系が流行ってるらしいじゃないですか。雑誌読まないからよく分かってないけど、90年代ファッションなんですかね。僕もリサイクルショップ好きだからよく見ますけど、確かに去年はね、去年の冬場っていうのはノースフェイスのすっごい昔のヌプシがすごいねあったんですよ。オーバーサイズで、あーなんか昔ながらだなっていうやつとかがね、だいたい1万円以下ぐらいで売られてて、これはもうダウンの羽の状態は大丈夫なのみたいなねやつとかもあったんですけど、今年は確かに見ないんですよ。ということは売ってない、店にあっても売れてしまう、もしくは売り手がいないとかね。洋服っていうのはいろいろとサイクルするもんですね。あら、タクシーだ。すごい気が早いタクシーだな。そうでもないか、もうあれか、いいのか、車につけるお正月のやつ、あれ名前なんて言うんですか、あれつけてたな今。そっか、別に1月1日を迎えなくてもあれってつけていいんですよね。売ってるんだもんね。事前につけといていいですよね。なんかすごい立派なのがついてました。この車につけれるかな、一回ぐらいやってみたいな。お正月ですよっていう感じね。お正月を待ち望んでた人からしたら、みんなにもこの気持ちを分けてあげたいと思いますからね。さあ、そろそろホームセンターに着きますので、この辺で。さあ、というわけで、ホームセンター行くって言ってきながら、ちょっとだけリサイクルショップブックオフ寄っていきたいと思います。一回切ります。さあ、戻ってきました。随分と時間を食ってしまいましたね。もう真っ暗ですよ。特に買ったものもなく、ただただいい時間でした。よし、これからちょっと本当に掃除道具を買いに行きたいとは思うんですけれども、車の状況的にも違う、太陽の状況的にも暗くなってきましたので、ここで終わりたいと思います。夜になったらまた寒いからね、体調管理しっかりお気をつけください。それでは、ショコラでございました。また明日、バイバイ。